大谷翔平に究極のプラス思考、ゆえの懸念吉祥球蔵とスタメン落ち2つの異変が意味すること大谷翔平悲願のプレーオフ進出100の壁開幕から3試合に登板してまだ1点しか取られていないのが大谷翔平28イコールエンゼルスだ日本時間12日のナショナルズ戦は今季最長となる7回を投げ1アンダム失点で2勝目 防御率0.47は3試合以上に先発したメジャー投手の中でトップの数字だそんな大谷に異変が生じている5回終了時に審判に呼び止められ不正投球を疑われたのも異変といえば異変左袖につけているサイン伝達機器に触れたことを勘違いされたのだがこれまでとは明らかに異なる事象が見られた1つはヨシシキの多さ この日は5四球と1四球、前回当番のマリナーズ戦は4四球と2四球、計13回で12もの四死球を与えた。やっぱり四死球が多い、投げていて疲れるし、守っている、味方も疲れる。よくない点だと思う、一日一日、健康に、試合をこなしていくのが一番、とは試合後の本人だ。 もう一つは13日のデーゲーム対ナショナルズのスタメンを外れること大谷はここまで11試合すべてスタメン出場しているだけに先発メンバーから外れるのは今季初翌14日は試合がなく15日から東海岸でレッドソックスヤンキースと7連戦つまり実質2連休になる シーズン序盤に大きな仕事をしてくれた15日の試合は早朝に始まるので休ませる代打はあるかもしれないがスタメン出場はしないとはネビン監督だ記者の問いかけに休速と請求は表裏一体この2つの異変に実は大谷のプラス思考が深く関わっているのではないか大谷は自信家というか強いプラス思考の持ち主だ 高校からプロ入りした時は9回 OB が投手も野手もやるのは不可能などと辛辣な声を上げる中当然のように二刀流にチャレンジした当時日本ハムの GM だった山田スカウト顧問は日刊現代のインタビューでこう答えている周りにピッチャー専門の人がいれば 野手専門の人もいるのに「そんなこと二刀流僕が最初からやっていいんですか?」とかそういうことを聞いてくるじゃないですか普通はけれども何も言わなかった悩みがあったりすればその時は聞いてくるだろうと思っていたのに全く言ってこないですから結構楽しくやっているのかなと。 その辺、神経というか考え方は一般的な高卒選手じゃないですよね。日本ハム時代、日韓現代が速い球を投げようとすれば、請求が乱れるのではないかと聞くと、急速と請求は表裏一体。正しいフィジカルで、正しい投げ方をすれば、急速は上がるし、コントロールも良くなる、と答えた。 実際日本のプロ野球だけでなくメジャーでも二刀流として投打でトップクラスの成績を残すようになったコンスタントに160キロ近い速球を投げながら請球も年を追うごとに改善されたメジャー1年目の18年は9イニングに約4個の割合だったヨシシ球が昨年9月以降は約3個と減少した 打者としても一昨年は46本塁打でタイトルを争うようになった。最初から結果を出せるという自信や根拠があるのかはともかく、プラス思考で目の前の壁を次々にクリアしてきた。